9、3、3、4。信康騒動。この乱世、私に何ができるのか。俺を使いこなせよ、竹千代。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。よし、皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。信康と武田勢に連携されては厄介だ。先に信康方の砦を落としてしまえ。信康の真を傷つけるのは不本意だが、この状況ではやむを得まい。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。私が勝つ。砦は抑えたぞ。味方の兵を進めよ。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。信康め、臆して動けぬのか。ならば拙者が出て梅雨払いしてやろう。見えてるぜ。岡部殿が出てきたか。他の者を止めよ。武田を勢いつかせてはならぬ。よく見とけよ。織田殿は裏切りを許さねえよ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末信康を撃てということだろうが、そのようなことできるわけがない。武田にばかり戦わせて信康は高みの見物。失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね。きつくお仕置きしないと。取らないのかしら。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。無駄だ。ここは私が岡部殿を止めることができたか。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。強みが動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。我らが勝頼らを足止めしておきましょう。急がず着実に。あすたの武田であれば下手な小細工はせず堂々三河に攻め入ってきたものであったが、信康から誘ってきたのだ。小細工ではない。私とて物の不なのだ。叶う相手ではなかったか。お見事にござった。耐えきれん。聞かせてもらう。
あくまで信康は動かぬか。ならば攻め方も考え直さねばなるまい。撤収だ。もしや我らは謀反を起こしたと思われて。受けてみ。だとすれば一大事。申し開きに行かねば。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それが当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと、桃地に何を言われるかわからないわね。無念って、あれ切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな、家康殿。ああ、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい。信康をそそのかしたのはこの私よ。おじさまの仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。くものか。瀬の犯人ならぬ。もしや全ての罪を一人で。いや、これも時を稼ぐための。半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。くものか。いや、家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよセナ。この家康が成敗してくれる。家康とセナが殺し合うとは、こりゃ面白いことになってきたぜ。若セナ様、服部半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田に内通を誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、全ては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ。観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。見えてるぜ。そのような卑劣な真似を断じて許さぬぞ。勝利条件変更。よく見とけよ。俺を切れるもんならやってみな。者ども、手負いの瀬名を狙え。瀬名は先ほどの戦いで怪我を。セナを守り抜かねば。ま、しばらく俺の手下どもと遊んで。抜け。うちのやつどこに隠れたって逃がさないわよ。セナ、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。信康にひどいことして逃がさないんだから。とてもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。なんだあの砦で何やら怪しい動きが。燃えろ。無駄だ。ここは私が。たちが二人、どちらが誠の桃地かわからぬが、とにかく終われば。敗北条件変更。見えてるぜ。いずれの三太夫も動きが妙だ。もしや両人とも偽物か。よく見とけよ。忍びか。
こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。信康方の将が忍びに襲われているだと。助けてやらねば。この俺は私も家康様に加勢しますと。申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられずこのような。私は何を。桃地が目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。なんと、まだ家臣にあったか。徳川の将に変化の術をかけていた。卑劣な真似をしよって。まんまと引っかかりやがったな。じゃあ俺は逃げさせてもらうぜ。撃ち払う。お餅逃がすもんですか。サンデー、俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。よく見とけよ。たっぷり相手をしてもらうぞ。本田警部。残念だが、この程度で死ぬ俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。